ケーラン生産大手、秋田フーズの元代表から現金500万円を受け取ったとして収賄の罪に問われている元農水大臣の吉川貴盛被告の初公判が開かれ吉川被告は無罪を主張しました吉川被告は大臣在任中に大臣室などで現金合わせて500万円の賄賂を受け取った罪に問われています今日の裁判で吉川被告は 現金を受け取ったことは認めた一方、有利な取り計らいを受けたという趣旨とは受け止めていなかったと賄賂性を否定し、無罪を主張しました。その上で、政治資金収支報告書に記載していなかったことについて、不徳のいすところで大いに反省しているとしました。